クラシックギターの世界では、左手は職人、右手は芸術家と言われます。右手はギターの音を作り出す大切なところですので、このレッスンで美しい音色を会得し、音楽を奏でましょう。中上級者はもう一度確認してみましょう。左手の爪は上から見ると、指の部分が少し見えるくらいに切っておきましょう。ただし、深爪にならないように注意しましょう。ガラスネイルシャイナーで磨いた後、フィニッシングペーパーで仕上げましょう。右手の爪は指の形に合わせて丸く削ってから、さらに磨いていくと良いでしょう。弦に当たる部分がツヤツヤになるように根気よく磨きましょう。爪と指が同時に当たるところを探してつま弾く。弦の上から叩きつけるように弾かない。たまたま当たったところで弾くので音色が安定しないからです。弦に指を置いてどんな音で弾くか想像して弾きましょう。動作が大きいと安定した演奏がしにくいので最小限の動きで弾きましょう。ただし音量が小さくならないように工夫することが大切です。弾く角度、弾く位置で音色を使い分けましょう。弦のつま弾き方やタッチの仕方を学んできましたが、大切なのはなるべく雑音のない美しい音で弾き、人の心に響く音楽を演奏するということですね。一朝一夕にはできませんが、いつも心がけて演奏しているうちに身についていきます。